東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。先生が危ない。その怪我、かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを、敵は私が。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう。まずまずの罪だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される、先を急ぐぞ。どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための手入のいい道具よ。いや、巴は猛虎に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。奴は賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。
あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。ないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。お前は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、人殺しではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。死の始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取ったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。調べ、短所を見極め、策を。どうできる。いるは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。着々と育てておるわ。あれは蒙古流の芸術。折衷だ、日本式との名。ムクロを的に。どれ、稽古をつけてやるか。あそこを奪えば居所が分かりましょう。飛び出してみろ。わしの矢が突き刺さるぞ。Just ready, be big.
物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。文だ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だ。いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。